異世界食堂は、犬塚厚史大による日本のナロー系ライトノベル。2013年1月4日より、小説投稿サイト、小説家になろうで連載されている。2015年春頃まではほぼ毎週1話ずつ、新作が公開され、その後は不定期に新作が公開されている。2019年4月時点で、シリーズ累計発行部数は110万部を、 突破している。2015年2月よりヒーロー文庫から書籍化されている。書籍版は、江波克美がイラストを担当し、小説家になろう、版に過失修正などの手が加えられたものとなっている。ヤングガンガンにて2016年23号から9月、高明作画による漫画版の連載が開始された。2017年には、シルバーリンク制作による、 テレビアニメが放送され、オルム制作によるテレビアニメ第2期の放送も決定している。普段は普通の洋食屋だが、土曜日にだけ異世界とつながる不思議な洋食屋、洋食の猫屋を舞台に、そこで出される料理を軸として訪れる異世界の客たちと彼らの住む世界と交流を描く物語。基本的には一話完結の話が連なり、各話で、 スポットライトの当たる登場人物が異なり、作品全体としての主役やヒロインは存在しない。そのため、他の話で主役だった人物が脇役や関連人物として登場することもあれば、その逆に以前の話で存在がほのめかされていた人物が主役となる話もある。基本的に現代の天使の時代に起きた出来事が描かれるが、過去に遡って、 先代の時代の話が描かれることもあり、先代の頃からの常連本人やその関係者が現代の話に出てくることも多い。客たちはすべて同一の異世界の住人であるため、客同士が猫やでの出会いを通じて自分たちの世界で新たな関係を築いていったり、異世界での事象が様々な客の視点から語られることで徐々に全貌を表していったりする演出が、 随所に用いられており、各話は独立したものとなっているが、個々の話が緩やかにリンクしていくように物語が紡がれている。そのため、料理を軸としているもののそれだけに焦点を当てた作品とはなっていない。基本的に作品本編のみで楽しめるように書かれているが、作品中で語られない設定があることが多く、Web 版の新しい話が発表されるたび、著者が 感想掲示板への読者の投稿に答えていた。著者によれば、本作品のプロトタイプは、食堂ではなく、異世界のアイテムを売る道具屋というもので、連載を始めてからも、異世界食堂は、実は、不思議な道具やものを意識して書いてます。と何度か述べている。とある街、オフィス街に近い商店街の一角にある洋食や洋食の猫屋は、平日は普通の食堂であるが、 土曜日だけは扉が異世界につながる不思議な店だった。土曜日になると異世界の各所から様々な人々が食事を求めて来訪し、彼らからいつしか異世界食堂と呼ばれるようになった猫屋を舞台に、時には店員と客、時には客同士の群像劇を描く。チキンカレーロースカツ定食、猫屋では常連客は 自らのお気に入りのメニューの名前で呼ばれるのが伝統になっている。メンチカツ、テリヤキ、ロースカツ、エビフライ、ビーフシチューと寸胴、鍋。ビーフシチューは大量に作らないと、猫屋の味にならないため、店主はおよそ100皿分を仕込んでいる。猫屋の、ビーフシチューは、基本的にはすね肉で、筋肉のシチューは、店主が暇な時に飲み作られている。ミートソースナポリタンオムライス。 猫屋では通常は、ケチャップのオムライスが提供されるが、デミグラスソースを使ったものを注文することもできる。コロッケ。ビルヘーム街世界に男爵の実をもたらしたことで、帝国でも同じ名前で似たような食べ物が作られている。パウンドケーキオニオングラタンスープカレーライス。猫屋では通常のカレーライスは、ポークカレーが提供される。プリガラモードコーヒーフロートと、 クリームソーダチーズケーキローストチキン。猫屋ではもも肉を1本単位で注文し、骨あり、骨なしを指定することができる。エレンとヘルマンの一家が、ボナの子供たちの祝福の縁を催した時は人は丸焼きになったものが提供されている。オードブルカルパッチョ。猫屋では複数種類あり、マグロとポンズ、スモークサーモンとクリームチーズ、 タイとわさびマヨネーズソースの組み合わせで提供されている。カツ丼。猫屋のカツ丼は卵とじ。スコッチエッグアップルパイマカロニグラタン。マイラの父の宿屋の名物、騎士のシチューと同じく騎士のソースが使われていることがマイラの決意の決め手になった。おルコポークチャップティラミス。猫屋では、カッケ形のものが提供される。アーモンドチョコレート。 第61話でジュニアラが食べたものは色とりどりの砂糖の衣でコーティングされている。フルーツゼリースパニッシュオムレツ。猫屋では切り分けていないものはパーティーサイズとして銀貨1枚で提供されている。カルボナーラカツサンド北の大陸と南の大陸で呼び名が異なるほか、作品中でロック柱のリューラ当事者が語る実態。 北の大陸での信仰上の神としての位置づけ、南の大陸での信仰上の神としての位置づけは、それぞれ違いを含んでいるので、やや注意を要する。歴史上の登場人物で、猫屋の常連客たちと直接的な関係が特にない人物。仙台店主が50年くらい前に始めた料理屋で、約10年前に現在の店主が引き継いだ。洋食と名乗っているが、 洋食以外のメニューもある。料理を注文すれば、ライス、パン、スープは無料でおかわり自由。通常メニューは、基本的に一品1000円までの価格設定にしている。黒光りする木製のテーブルが置かれ、テーブル数は10、椅子にはクッションが敷かれている。営業時間は11時から15時までのランチタイムと、17時から21時までのディナータイムに分けられている。 オフィス街にあるという立地上、サラリーマンの利用客が多く、休日は換算としているため、対外的には土日が定休日となっている。仙台店主の頃は妻のみが会計を預かっていた。猫屋という名前は仙台店主が猫派であったことから付けられたもの。異世界食堂土曜日だけ異世界とつながるようになった。猫屋は異世界の住人を客とした。 特別営業をはじめ、いつしか彼らから異世界食堂と呼ばれるようになった。人間以外の種族も含め、異世界からの様々な客が来店する料理店である。猫やビルオフィス街に近い商店街の一角にある地下1階、地上3階建ての自社ビル。地下が洋食や猫や、1階がケーキやフライングパッピー、2階がバー。 レオンハート3階が猫屋店主の住居兼倉庫と従業員用の仮眠室という構成。ケーキ屋のケーキを猫屋でデザートとして提供する猫屋の料理をバーに出前するバーの焼酎、ウイスキー類を猫屋の客に提供するといったように店同士相互にやりとりがある。猫屋は土日が定休日だがフライングパピーとレオンハートは土曜日も営業しており、 現在はアレッタが受け渡しに行き来することが多い。地下の根小屋の木材橋は、食堂のほか厨房の横に、シャワー室、更衣室、休憩室が設けられている。なお、異世界から来た者は、建物の外には出られないよう、暦とアルトリウスによって、魔術が施されている。ウェブ版では当初、猫屋ビルという表記だったが、途中から変更されている。 猫屋の扉異世界と猫屋をつなぐ扉で、異世界のあちこちにそれぞれある日突然現れる。黒い歌詞の扉で、招き猫のように右前足を上げた猫の絵が描かれているのが特徴。取っ手は年代物の真鍮でできており、金色をしている。扉には日本語で、養殖の猫屋と書かれた看板がついていたが、後に特別営業の日だけは異世界の東大陸語で、 異世界料理の猫屋と書かれたものに掛け替えられるようになった。また、異世界に現れる扉は、裏表の両面とも同じ姿をしている。扉が現れる場所は、街の中、砂漠、洞窟の中、孤島の山の上、月面など様々だが、一度扉が現れ始めると、その後は7日ごとに定期的に出現するようになる。現れる場所が、場所だけに、 料理店とは思わず金を持たないまま店に入ってくる人物も多いため初回の客にだけは持ち合わせがなくてもお料理は出していて現在の店主も先代の店主も初回の客には付けを進めることがよくある使用は一つの扉につき一日一回限りで扉を使うとその日はその扉は消滅する扉を通過して閉じた時だけでなく 扉が開いてから約300秒経った時も消えるため、開け離したままにして使い続けるということはできない。他に、扉を開けて通過せずに閉じた場合は、扉は消えてしまうが、扉を開けず、取っ手を回して離すだけであれば、扉は消えないことが確認できる。人里近くに出現した扉も結構な数があるが、数としては、人里離れた、偏僻な場所に出現している。 扉の方が多い。魔術と魔法の道具で成り立っているため、ある程度魔術に長けた人物であれば、近くで出現した扉の魔力を感知して探し当てることができ、アルトリウスとビクトリアがそうしているように、魔法人を使って扉を任意の場所に出現させるということもできる。当初、作者はこの扉ができた時の話を最終回にすることを予定していた。 猫屋の時事イベントバースデーケーキ7日に一度、猫屋の扉が現れる世界。本作品では、すべて同一の異世界と繋がり、両世界で、時間の流れる速さも同じ。本作品に登場する異世界には、人間以外に、エルフやドワーフ、魔族や魔獣など、様々な種族が生活し、魔法が存在する。海を隔てて、ヨーロッパ風の東大陸。 アジア風の西大陸、それらと交流のない南大陸に分けられて、それぞれ独自の文化を持つ。1ヶ月や1年の概念はあるが1週間の概念がないため、常連客は猫屋の扉が現れる日を土用の日と呼んでいる。通貨は貨幣が用いられ、貨幣1枚の価値は発行する国によって異なるが、猫屋ではその区別はせず、 銅貨を100円、銀貨を1000円、金貨を10万円で計算している。異世界では最も豊かと言われている王トの場合で、銀貨10枚の価値は若い女一人なら1ヶ月なんとか暮らせるのではないかという額になる。北の大陸と南の大陸では星の見え方が異なり、どちらの大陸でも基本的に四季の移り変わりはあり、太陽は東から昇り、 北の大陸では南中し、西に沈む。言語言語は東大陸語が広く使われており、猫屋の特別営業用のメニューも東大陸語で書かれている。西大陸、南大陸でもそれぞれ別の言語が使われていて、エルフやドワーフも独自の文字を持つ。東大陸語はもともとはエルフが使っていた言語から発生した言語だと考えられている。アニメ版では、 東大陸語はカタカナを左に90度回転させたような形をした文字をしていて日本語として読むことができる。猫屋では会話は扉についている魔法の鈴によって意思疎通されるため異世界の言葉がわからない店主でも問題なく接客することができる。メニューは料理はアルトリウスがデザートはビクトリアが書いておりメニューに料理が追加されるときは実際に食べて 説明を書き加えている。大陸東大陸、西大陸、南大陸の三つが存在し、東西の大陸の間は、大陸海と呼ばれる海で隔てられている。東西大陸の南には、竜人海と呼ばれる海が広がっている。国種族本作の異世界では、エルフ、ドワーフなど、20世紀の指輪物語以降のファンタジー作品で定着している。 定番におおむね準拠した種族が登場している。そのため、食事や作品世界での立ち位置に関わる部分以外では、各種族の特徴について暗黙の了解として、作品中での説明は少なめになっている。種族とは異なるが、六柱の竜の剣族についても、便宜上、この項目で説明している。食習慣本作品では、ベシャメルソースとジャガイモは、 異世界で再現された中でも広く普及した食品として登場しており、騎手のソースと男爵の実の名前は作品中でもたびたび上がっている。猫屋に由来する食べ物と飲み物いずれも不完全ながら再現を試みてみたというレベルのものだが、異世界では人気を博している。異世界の果実のマルメットはトマトと同時されている。砂の国のカフはコーヒーに相当し、 こちらも作品を通じて頻繁に登場する飲み物である。二つの世界で存在する似た食べ物と飲み物、猫屋のある世界と異世界の両方にある似たような食べ物。背景が語られているマルメットやカッファ以外にもトガランやオラニエのように二つの世界で同種のものを別名で呼ぶ食品が作品中に複数登場する。 トマス・アルフェードとの取引で異世界の食材を食べている、店主や、どちらの食材も見ているアレッタに言わせると、似たものとして語られている食品でも、二つの世界では、型や味に差異があり、同じ食品で、名前だけが違うものという扱いとなっているわけではない。9月高明の作画で、ヤングガンガン2016年23号より、連載された。炭鉱本前4巻。 原作者の犬塚敦平及びキャラクター原案として江波かつが著者名に併記されている。アレッタの登場が原作よりも早められており、第1話から登場している。また、時系列が原作とは異なり、アニメ版と同じく、カレーライスとカレーライス再びのエピソードが連続していたり、ポテトチップスに登場すべき人物が登場せずに別のキャラクターと置き換わって、 オリジナルな展開をしている。達人とお虎や、宗衛門と同春など、本、コミカライズで、初めて、ビジュアル化されたキャラクターも多い。アニメ第2期の制作決定に合わせ、月刊少年エース2021年6月号より、闇沢諸沢作画の異世界食堂養殖の猫屋が連載されている。2017年7月より9月まで、テレビ東京。 BS ジャパン他にて放送された。ソニーインタラクティブエンタテインメントが公表する2017年7月期のトルネバン付においてアニメ部門1位を獲得した。また NTT ドコモの D アニメストアが実施した2017夏アニメ人気投票でも1位を獲得している。2021年4月第2期異世界食堂2の制作が発表された。ラジオ 異世界食堂は、2017年7月8日から10月28日まで、オッイと泉にて、各週のように配信された番組。パーソナリティは、アレッタ役の上坂スミれとサラ役のアンのマレオの、書籍版では採用されない設定になる可能性がある、ため、ウェブ版からの出展を区別している。ウェブ版本編よりウェブ版感想一覧の、著者返信より異世界食堂感想一覧。 異世界食堂にに関するカテゴリー、ありがとうございます。